気良くて本当にハッピーなお正月でしたよね。暖かかったですね、雪も降ることなく、あの名古屋はですけど、ねえ、はい、今日も始まってまいりましたね。え、2月じゃなかった、1月まだ1月行き急ぎすぎ今日は1月9日ですね、はい、1月9日毎月第2月曜日の夜9時からといえば、言えば弁天屋のそれそれマンデー。今月も月9、はい、第2月曜日、月9、はい、月9か月9です。すごい時間帯ですよ。そう、ね、みんなドラマ見てんじゃない、うん、大丈夫、どうなんでしょうね、まあ、それに負けないように私たちも盛り上げていきたいと思います。はい、もう盛り上げてくださってる、はい、ありがたい限りでございます。はい、さあ今日もねこの2人でお送りしていくわけなんです。自己紹介、はい、そうでした。まずは、はい、私弁天屋のピンクの頭サックスを吹いております、スージーと申しますので、よろしくお願いいたします。はい、そして青い髪赤い眼鏡のコマコです、どうぞよろしくお願いします。はい、あっちゃん。はい、というわけで、はい、まずはじゃあこんなお知らせからいきたいと思います。こちらにも出てますけれども、はい、番組へのご質問はツイッターでアット、はい、こちらですね、はいはいはい、ちゃっちゃら、はい、ありがとうございます。あの質問じゃなくても、はい、嬉しいメッセージでも OK ですので、ね、はい、早速いただきました、はい、あ、なんとなんと、ありがとうございます。今日の第1号よっちゃん、ありがとうございます。ありがとうございます。本放送第2回今夜も楽しみにしております、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ということでね、皆さんメッセージをガンガンお寄せいただくと、はい、おばちゃんか私が読むことになります。はい、読むことになります、読みます、読ませていただきます。そしてもう一つお知らせございますね、はい、さん、こちらですね、はい、はいはい、こちらのスタジオ、はい、ワイヤーズリー FM さんはコロナ対策バッチリでございます、うん、ね、皆さんも引き続き気を引き締めて、うん、ね、感染に気をつけて体調を整えて、はい、楽しい日々を過ごしていただきたいと思います大きな話になりましたが、はい、大事なことでございますので、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、というわけで、今回もですね、前回同様メッセージも募集しますが、はい、生演奏のリクエストも募集したいと思います、はい、前回はね、あの一件も来なかったのでまあ私たち自らメッセージいっぱい来たのに ね、なんか自分たちも途中から忘れてたあの曖昧にちょっとなんかあの、うん、リクエスト、まあでもやらないかもしれないですけどね気が合えば、気が合えば、気がやれる曲、やれそうな曲をねリクエストしていただければと思いますので、はい、よろしかったらぜひお寄せくださいませ、はい、お願いします。さあ、というわけでも今日は1月の9日、はい、うん、今日ね成人式だったんですけれども ね、成人の皆様おめでとうございます。おめでとうございます。成人の皆様見てない、見てるかなと思いますけど、ね、今何してんでしょうね。ね、うん、どうでした成人式の時。私はね、成人式の日はね、あの、まあ、大学生だったね、うん、成人の日は、うん、で大学生で大学で部活をやってまして、まあ、バンドをやってたんですけど、うん、なんで営業だったんですよ。あ夜演奏してた。そうなんです、うん、夜っていうかもう夕方くらいからだったんで、うん、もうなんか成人式終わったらすぐ家に帰って準備していくみたいな感じで、うん、全然成人式の思い出が、うん、私もでも実は成人式の日も、うん、あの歌を歌ったりとか活動してたんですけども、振り袖のまま夜ステージで歌いました、うん、あーね、今と同じことやってたわけですよ。もう振り袖のままやればよかったかなと思うけど、まあバンドだったんでね、うん、ドラムの言葉もいたんで、みんな、うん、みんな成人式だったので、ね、うちのメンバーみんな働いてましたね、うん、部費を稼ぐために今日はね私たち振り袖ではないんですけれども、はい、今日はこれはテーマ、どんなテーマですか、はい、今日はですね、いろいろ調べたところによりますと、うんうんうん、2023年、はい、ラッキーカラーは、うん、緑とオレンジらしいんですよね、まあ、そうなんですよ、うん、それでまああの演技を担ぐということで、うん、はい、いいことあるでしょうか、ね、これであると思いますよ、うん、でも今年のラッキーカラーが緑オレンジってことは、うん、ハロウィンって最高じゃないですか、なんか緑オレンジハロウィンって緑関係あるの、なんかえかぼちゃあ関係ある、あすごい、なぜ言ってくれてる、うん、なんかなんか、あと紫も、うん、オレンジは分かるけどね、うんうん、多分オレンジよりグリーンの方があの今年はあの
ね、白木木星の年なんで、お詳しい。そうなんです、あの鳥越あずり FM に出てるあずり星に教えていただいてるんで、ね、ちょっとオレンジはあの調べた情報なんで、うん、毎年ね、あのぶっちぎりっていうあの講座がありまして、それを受けてるんですけど、今年はまだ受けてないので、うん、ね、はい、なるほどね、まあ、そんな感じでね、今日はこんなコーディネートにいたしました、はい、でももうお正月、私たち元日から連日振り袖を着て、はい、そうです ね、まあ、あのユニフォームですからね、うん、そう、あ、そう、あとね、頭これ見えますか、お正月限定の髪飾りでおししちゃんがついております。これもね、元日から私たち頭に乗っけてご機嫌な感じで、はい、うちのメンバーのね、きみのちゃんとみさちゃんが手作りしてくれて、うんうん、本当にありがたい。一個ずつが見るとちょっと飾りが違ったりとか、いろいろ、あ、ここにもね、一匹連れてきたんです、ね、はい、今日は、はい、はい、ぜひこれもね、見ながらお楽しみいただけたらと思います。見てね。はい、じゃあちょっとこんな画像をご覧いただきたいと思います。はい、どんな画像でしょう。お正月、これはね、1月1日です、うん。この1日は私たち2チームに分かれまして、はい、イオン名古屋東とイオンモール新玉橋だったんですけど、はい、まずこちら今ご覧いただいているのはイオン名古屋東の4人ですね。はい、そうですね。元旦からもう朝早く起きて、こんな支度してね、もうワイワイと。そうですね。のね、もう今年はうさぎちゃんだからいいですよね、が。可愛いですね。可愛い。で、その湯飲みがね、先着の方に、ね、はい、もらえるってことで。そうそう、あのレシート持ってきた方に。そう、2000以上ね。うんうん、はい。大人気でしたね。毎年楽しみにしてるお客様もいっぱいいらっしゃって、ね、うん、私たちももう何度目でしょうね、結構こちらは、そうですね、本当にレギュラーな感じで、はい、お邪魔させていただきまして、店員さんたちもなんか盛り上がってくれてるのがすごく嬉しいですよね。そうですね、あの、デリカでこうね、お素材とか作ってくださってる方がそこを通るとね、すごい手を振ってくださって、ガラスの内側からはって感じでやってくれましたが、はい、じゃあ次お願いします。そしてこちらが、イオンモール新玉橋の様子のようですね。こちらは3人で店内を練り歩いたりとかしてね、うん、もうあの本当ちんどんやらしい感じで、うんうんうん、お正月の店舗を盛り上げてまいりました、はい、さあでは続いていきましょう。今度はで、まあ、2日がアイモール三好アピタ四日市とありまして、はい、今ご覧いただいている写真は3日のメガドンキホーテユニ、美濃加茂店、こちらなんともうこんなゴージャスに6人編成で、ね、うん、こうやって改めて見ると本当カラフルですよね。そうですね、もう頭の色だけじゃなくて振り袖もそれぞれの色で、ね、うん、でこれはね、あのこの今年のお正月はね、このアラビアンを、はい、アラビアンって呼んでるんですけども、はいはい、マスクをつけたりつけなかったり、その会場の、うん、に合わせてそうしてたんですけども、うん、またこれもカラフルだからね、すごいですよね、なんか色が、うん、色が大洪水みたいな。あ、大洪水、うん、ですね、まあ、こんな感じで、はい、この時 もう6人で練り歩いたりとか、うん、まあ、一箇所に泊まってステージ的な感じでもやったりしたんですけども、ね、うん、エスカレーターがすごいフォトスポットみたいになってて、6人で、まあ、3人の現場とかでも、ね、エスカレーター登ったり下ったりありましたけど、うん、これ6人で演奏しながら2階から1階エスカレーターバーッと降りてくると、なんかまるでおもちゃ工場のなんかおもちゃの楽隊がダーって流れてるみたいな、あれね、やっぱ見応えあるみたいで、すごいあのカメラマンさんとかがね撮ってくださったりして、私も一回見てみたいな、自分があのやってるの見れないんですけどね、はたから見てみたい、もう一人自分欲しいですね、いつもね思うんですけど、幽体離脱、今年の抱負、起きてるのに幽体離脱、寝てるからでしょ、寝てる、そうか、ね、まあ、やっぱりちょっと、ね、見栄えが面白い弁天屋です、ね、あ、そしてまたツイッターコメントいただいたようなので、はい、ご紹介したいと思います。さあ今度はまた2通もいただきました。じゃあこちら親方お願いします。はい、はい、あ、神さんからいただきました、ありがとうございます。スジーさん、コモコさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあそして、はい、慶三さんからです。親方コマちゃん、こんばんは。今年のお正月は弁天屋さん三昧で楽しませていただきました。ありがとうございました。こちらこそですよ。
ね、もう駆けつけていただいて嬉しかったです本当に、はい、うん、やっぱり、ね、その土地土地で初めましてのお客様にお会いできるのも嬉しいですけれども、うん、応援にわざわざ駆けつけていただけると本当にやっぱりなんかこちらもねテンションが上がって、うん、とっても楽しく動けるのでありがとうございました。ありがとうございます、うん、ね、本当にね、はい、どの現場もねたくさんの方にお越しいただきまして、うんうん、はい、嬉しかったです ね、 ね、大盛況な感じ、うん、でも、ね、はい、やっぱ盛り上げどころ知ってるから、あ、うん、皆さんね、ありがたいです、はい、さあそして1月1234といろんなショッピング、はい、センターショッピングモールなどに行ったんですけれども、うん、続いて5日1月5日は、はい、特造でライブでした。じゃあこちらご覧いただきたいと思います。こんな感じでもう紅白幕ですよ紅白幕の前で割と紅白幕の前だよね特造に行くと。なんかあれどっちだっけな、なんか台場の、ね、方がこんな紅白幕の前でやるなんて初めてだとか、うん、なんか聞こえてきたんですけど、うん、いや私たち何回目か、ま、毎回行こうかもしれないけどね、うんうん、めでたい感じですよね、うん、しかもね、まあ、いろんなことをやって普通に演奏したりとか、はい、歌ったり踊ったり。この写真何チョイスしたかっていうと、うんうん、まあ、これ恋のつるまい戦やってる時だと思うんですけど、はい、なんかあの某ムード歌謡ボーカルグループっぽい感じなのお分かりいただけるでしょうか。あの、あ、男性チームね、女性じゃなくて、ね、そうそう純烈さんね、うん、ちょっとね、参考にさせていただいて、ね、ちょっとビデオ撮ればよかったり、なんかどんな、うん、どんな風だったんかなと思って。今回ね面白かったんですよ、うん、その、ま、名古屋弁天ちゃん音頭と恋のする前線、うんうん、歌わせていただいたんですけども、なんと演奏のね、はい、3人が親方と鈴子ちゃんと君のちゃんが、はい、弁天ちゃん音頭ではこんな素晴らしいプレイヤーが楽器を置いて踊りに、そう、盆踊りのね縁になって踊って、で、はい、恋のする前線は今ご覧いただいた感じで、もう純烈さんのようにコーラスグループのようにもう、うん、マイク一人一本で前で踊りながらパッパーやコーラスを入れていただいて ね、 ね、うん、うちじゃなかったかな、心配。いやいや、いい感じだったと思いますよいい、ね、思うだけだもんねもうなんかね、ここから入店された遅刻のお客様、うん、あれ珍道屋じゃないのかっていう風にびっくりされたかもしれませんね。まあまあ、サウンドはね珍道屋なんでね、うんうん、確かにね、ですけど踊ってるからね、うん、踊って歌っていかがでしたか。いや今回ですね、はい、振りを合わせたんだよね、そうそうそう、君のちゃんと鈴子ちゃんと、うん、今までもね一応振りはねなんとなくあったんだけどそうそうそう、ちゃんと合わせてなかった、うん、まああのそうそう、なんだぼんやり決めてあったんですけど、ちゃんとおさらいして、はい、はい、さあそしてまたまたコメントをいただきました。神さんがみのこも行きたかったなということで残念、うん、またねきっといろいろと楽しい現場、ね、うんうん、今年いっぱいあると思うのでぜひ待ってます、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まだ1年長いですからね本当ですよね、はい、始まったばっかり、うんうんうん、そうそう、特造は今回は初めましての対バンさんとご一緒させていただきまして、ね、うんうん、アルコドさん、はいはい、と、ソウルオブリバティさん、はい、ということで、もうなんかアジアンパンクでしょ、そして、まあ、ロカビリとチンドンということで、うん、すごい組み合わせですよね。よかったのかなと思いながら、うん、それもなんか真ん中にね組んでもらって、うん、なんかお客様の層があのね他のバンドのお客様もいらっしゃるので、うん、すごいアダルトないい雰囲気の大人なこうねお客さんがいっぱいいらっしゃったのに、うん、なんかそれそれとかさせられてて、うん弁天やとかね、でも皆さんね、そう練習とかさせられてよかったかなと思いながらそうでもやっぱり大人な方でね、やっぱ特造を愛する皆さんが集結したって感じなんで、やっぱりねちょっと大丈夫かな、受け入れていただけるかなってのもあったんですけども、ステージ上上がってバッと客席見たらもう皆さん笑顔で見てくださっててすごい嬉しかったです。そうですね、まあ割と伸び伸びやってるんで、うん、私も楽しくね、本当に伸び伸びやりたいことやって、はい、言いたいこと言って、はい、喋ってはい、うん、楽しくやらせていただきましたね。本当になんかいいお正月の5日間、うん、だったと思います、ね、うん、まあ、ご連勤は初めてかもしれないね。そうですよね、うん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 、頑張って楽しく、はい、まあね、誰も体調崩すこともなく、 そうですね、その後も誰もバテずに、うん、はいはい、よかったと思います。多分だけどみんな生きてるから、うん、さあそしてですよ、うん、1月の1日に発表になりました、はい、今年の大きな
告知がありましたね。告知が、はい、はい、ではそれを今から改めまして発表したいと思います。バラカを盛り上げようとして持ってきました。あの聞いてる人うるさいから大丈夫かな。はい、いいと思います。じゃん、6月17日土曜日、はい、オース演芸場弁天屋単独公演決定。じゃ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 エアチンド。はい、ということでもう今年も決まりましたよ、はい、うん、6月の17日土曜日すぐそこです、はい、ここから徒歩2分ぐらい行けちゃうんでしょうか ね、 うん、飛んだら30秒ぐらい、ね、ここから飛ん、うん、あのジャンプしたら30秒ぐらい出る。いけるのかな。またよくわかんないこと言ってますけれども。そこで人生が終わらないように。やめて。タケコプターとかあればいいのに ね、 ね、うん、これではちょっと飛べない、飛べないですね、おじいちゃんね。今年どんな公演になるでしょうね。まだちょっとまだノープランで、ね、明後日ぐらいからぼちぼちミーティングが始まるんですけど。はい、ね、多分まあ今年も例年通り昼夜に公演になるんでしょうかね、はい、うん、うん、それぐらいしか決まってない。それぐらいしかまだ決まって、日にちを抑えたのとね、うん、はい、そう、でももうね、私たちも去年もいっぱいいろんなところで演奏したりとかして、うん、まあ、きっとちょっとずつまたね、うん、進化した姿をご覧いただけるような声になるんじゃないかなと、はい、私も頑張ります、はい、期待、自分に期待、自分に自分に期待してますけれどもね、はい、はい、ではでは大事なことなので、はい、改めてお伝えしたいと思います。はい、2023年、はい、6月17日、はい、土曜日でございます。はい、ちょっと時間決まってないですけど、お昼の部、うん、夜の部、うん、2回公演ですね、はい、はい、ぜひぜひ皆様今から手帳に花丸をつけて、花丸だけだと何だったか忘れちゃうから、ちゃんと弁天屋と書いといていただければと思います。うん、よくやりますよね、なんか、うん、あれこれ何のことだろうって、そうそうそう、うん、なんか印だけついてるけど、うん、何だったかなこの印みたいなね。ありますよ ね、 ね、はい、そしてまたまたコメントいただけたようです。はい、嬉しいですね、うん、やっぱじゃんじゃんいただけるとなんかタイミングよくのみんな送ってくれるね、さすが、はい、ありがとうございます。はい、またまた神さんです。今年のオース演芸場公演では、はい、メンバー全員で歌謡ショーコーナーやってくださいなというリクエストが。どうなることやら。全員でって、うん、何したらいいかな。なんでしょう ね、 ね、ちょっとステージの時間が、うん、どうなるかな、うん、ちょっとじゃあこれもね、一つ の、 あのご意見として、それ演奏しなくていいってことなんかな、はい、演奏はいいから、演奏はいい、踊ればいいんだから。もう踊り大好きですから、私たち純烈になればいいかな、うん、いや歌ってるか、あの人たち踊ってるだけじゃないか、うん、ね、コーラスコーラス、うんうん、なるほどね、いいですね、それも、ね、それも一つということで、うん、貴重なご意見ありがとうございました。さあ、もう今年ね、どんな年になるんでしょうね。もう6月オースがあったりとか、まあ、きっとまたねバタバタと一瞬で駆け抜けちゃうんでしょうけれども、去年よりも、去年よりもなんか、うん、さらに楽しいことがいっぱいあるといいな。ざっくりざっくりすぎ。なんで、まあまあまあそうなると思いますけどね、はい、あとはまあ体調管理ですね。そうそうそう、皆さんもね気をつけて、ね、はい、本当にそれが大事、うん、それが大事、健康第一。はい、ラインスタンプ、皆さんのラインスタンプにも健康第一ってあるね、うんうん、ね、もうそれを今年の抱負として、はい、そうそう、今年の抱負、健康第一。今年の抱負もそうですね、うん、もう本当健康が第一ですよ、こまちゃん。そうそう、本当ですよ、はい、はい。はい、今年は無事に元気に1年過ごしたいと思います、ね、はい、よく食べ、よく寝て、うんうんうん、よく笑う、うん、だけどやってるんですけどね、ほどほどにしなさいってマサさんに言われたんで、うん、食べるのは、あ、本当ですか、ほどほどに食べて、マサさんが言ってました。確かに心外だよね、心外ですよね。マサさんに食べ、よく食べるんじゃなくて、もうほどほどに食べるにスローガンを切り替えた方がいいって指摘されたんですけども、本当ですか、あ、確かになんか気がついてない、その時はまあそっかと思ったけど、うん、まあ、心外ですね。動けばいいんですよ、だちゃんと、そのスローガンには動くとか、うん、な入ってないのよ、うん、スポーツするとか運動するとか、
私の中のスローガンにはないの。ああ、なるほどね、うん、なんでよく食べてよく寝てよく笑えば健康でいられるはずなんだけど、うん、まあまあ健康ですけどね、うんうんうん、まあ、よかったよかったその中には運動するとか入ってないよね、うん、そうでもね年末もよく食べましたよ私たち年末、ね、あ年末か、そうそうそう去年ね、まあ、年末も前回のこのそれそれマンデーからの約1ヶ月、うん、はい、もう本当にいろいろあったんですけれども、うん、あの珍しくいつもはねなんかバタバタしてちゃんと、まあ、忘年会的なのとかってなんかスタジオでお菓子食べたりとかで住んでたのが、今回ねちゃんとそれなりにちょっとね、うん、カニのお店にメンバー7人で行ってランチをして、はいはい、まあね、かといってまあ7人集まったからってなんかちゃんとしたなんか来年の話とか今年の反省とかがあるわけでもなく、あ美味しいこれ美味しいとか言って、ちょっとやってよ、ちょっとありましたね、タイトルはランチミーティングだったねそうそうそう、でもまあねもう元気にニコニコ楽しく、うん、はい、みんなでご飯食べてよかった時間ですね。はい、そしてまたコメントいただけたようです、ありがとうございます。いらっしゃろ、いらっしゃろ、はーい、あ今年の6月17日大須演芸場公演昼夜、両公演予約お願いします、神さん早い、はい、この放送中にご予約を、ま、ありがとうございます、ありがとうございますさあさあさあ、そしてまあちょっとまたね年末の話に戻りますけれども、うん、あの大阪にね私たち、はい、数字駒子で行ってきまして、あの師匠であります林幸次郎さん率いる鎮魂通信社さんの年末公演勉強させていただきに行きましてね、やっぱりいろんなの見ると勉強になりますからね、うんうん、なんかこういうこともなんか私たちもやってみたいなと思ったりとか、うん、いろんなこと勉強して、はい、帰ってまいりましたね。真面目ですね、うん、はい、真面目です。え、勉強しなかったんですかいや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 、勉強しました、勉強しました。そうそう、なんかまあ自分たちでやるんだったらどうやってやれるかなとかね、うん、全く同じことはやっぱなかなか難しいので、うん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 、そう、あの11月のね、あの富山の時に参加してくれたあの南ちゃんもね、うん、舞台の方出てまして、弁天屋になってたよ、南ちゃん、なんかすっかりおかっぱのウィッグ気に入っちゃったみたいで、まあうちにはない色だったけど、すごい生き生き楽しそうにね、うんうん、頑張っている姿も見て私たちもね励みになりましたよね、はい、うん、あとはどうでしょう、年末、あ、そうだ、それもこれ持ってきたんで、何を、オスじゃないや、新社さんの年末公演の話について、これね、グッズまたね、これも私たちになかったこんなグッズを取り出してまして、ね、はい、林さんのグッズ、林さんモデルのワンカップ、うん、ワンカップ、まだ飲んでなかったんですね、まだ飲んでないですね、こう、うん、宅飲みやる時に飲もうかなと思ってるんですけど、かっこいいですね、このね、シールがね、こう、なんだろう、こういうのなんていうの、ラベルラベル、ちょちょちょ、ラベルだけ、このなんかデザイン感、デザイン感っていうの、あ、デザイン、なんか世界観っていうか和風、あ、うまく言えないですけど、うん、はい、こう外国の人が喜びそうな感じだよね、確かに、ね、うん、温泉芸場もね、なんか今はあの食べたり飲んだりできないですけど、ね、また復活するといいですよね、6月には復活してくれるとね、うん、ワンカップ大関とか持って、うん、そう、オースといえばあれですよ、ね、あのクリスマスのお仕事もね、うん、私たちサンタの格好で2日間練り歩きとかね、いろいろやって、うん、うん、楽しかったですよね、はい、やっぱりオースはあったかい、うん、あったかい、うん、雰囲気がねすごくどこで置いても、うん、入るかな、めでたい感じだな、あ、ここがちょうどちょうど、あ、こっちこっち、そうそうそう、ちらっと、あ、顔が出たいい感じになりましたね、林さんも一緒に、ね、ということで、はい、またまたツイッターコメントいただけたようです、はい、ありがとうございます。さあ、はい、どんなコメントでしょうか、お、よっちゃんからです、スートピー、コウノミヤのお話決まりましたか、あ、決まりました、はい、はい、あ、スートピーって 何のことかわからないと思うんですけど、うん、数字トピックスの略でございます、スートピー、あの、いろいろそういうなんかあの数字用語がありまして私がつけたのかな、スートピーっていつの間にか、ね、なんか定着してますけど、ね、数字トピックス、うん、はい、そっかそっか、うん、ね、はい、じゃあもうこのお話はまた最後に、はい、またね、告知ごとは、はい、スートピーは最後に行います、どっちありがとうございます、はい、
忘れてませんよ。ちゃんと今日メモ、さっきメモしました。しっかり書いてましたね。日にちと名前を間違えないように。さあ、ではでは、はい、もう次のコーナー行ってみたいと思います。前回もきっと好評だったであろう、弁天屋のオクラだし。はい、ということで今回はどんなオクラだしご覧いただけるのでしょうか。ではでは、はい、映像の方お願いします。お願いします。できました。では弁天屋との会で行われました。でコロナ前だったんでね。あ、投げてるじゃないか。なんと着物姿でボーリング大会を行いまして、そう、この時はね、はい、3チームに分かれてやりましたね。まずはね、やっぱりね、あの決まってるよね、こう投げるのが。そう、この時はね、あの駒子諸事情により、あの会の司会っていう、司会進行っていう立場に、ね、そう、あのね、冬に咳しすぎて肋骨にひび入って、ちょっとそんなこともあったね。そうなんです。 それでボーリングできなかったので、うんうん、なんか司会に回って、あれなんで駒ちゃんボーリングしたことかなと思ったら、やりたかった。そう、ね、なんか露骨気をつけてください、ね、びっくりでしたよね。みんな露骨ってるので、うんうん、あのなんだろう、ふとしたことで ね、うん、やっぱ疲労骨折というか咳も長く続くとすごい振動になるみたい、うんうん、まあその話じゃなくて、ね、ボーリング大会ですよ、はい、うん、ね、着物でできるんだっていうね、まあまあ無理やりですけどね、んで、うんうん、やろうと思えば何でもできますよ。昔の人はこれが普通のお洋服、お洋服っていうか日常着てるお洋服だったので、うんうん、これでお洗濯もすれば、うん、ね、お料理もすれば、確かにね、っていうことなんで、うん、やろうと思えば多分何でもできるんですけど、ね、そう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 、でも楽しかったですよね。結構、うん、あの会員さん集まってくださって、ね、本当にね、でなんかあのボーリング大会の後はもちろん表彰式みたいなのもやって、うん、あとあのなんていうんですか、ボーリング場のあの、うんうん、お部屋を、ね、お借りして、なんとかルーム、そう、なんだろう、なんとかルームでちょっとねミニライブみたいな演奏とかもやったりとかして、うんうん、すごい楽しい会場で、それ以降ちょっとなかなか人が集まれないような時期が来てしまったので ね、うん、またちょっと落ち着いたらぜひこういったこともやりたいなというふうに思ってます、はい、なんでね、皆さんぜひ、うん、友の会の会員様限定ですので、うん、ぜひ友の会に今から入っていただけると嬉しいですね、はい、いつでも入れます、はいはい、ぜひぜひホームページとかにもいろいろ詳細載ってるので、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、また楽しいこといろいろ企画できたらなと思います、うん、という今回の弁天屋のオクラだしでございました。さあ続いては、そう、ここが変だよのコーナー、そういえば書いてくるの忘れちゃいましたけども、そう、持ってきたのに、そうだ、そう、じゃあ今日は今回は口頭でいきたいと思いますけども、はい、ここが変だよ弁天屋、はい、私が思うここが変だよというポイントは、とりあえず何かあったらじゃんけんで解決する。あ、じゃんけんですね。何かあったらって言ってもね、まあ、あのおやつとかいただいて種類がいろいろ選べる状態の時とか、そう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 、まあ、お弁当とかも何種類かある時、ついこの間も、イオン各務原の現場とかでもね、はい、お弁当なんか3種類、うん、君のちゃんと親方駒子だった時になんか3種類ね、あの違うものを用意していただいて大盛り上がりして、じゃんけんで好きなものを選んでそしたらね、係の方がすごい、こんなにお弁当で盛り上がってくださるなんてって言ってすごい感激され、ね、まあ、ありがたいですね、通常のことなんですけど私たちにとっては、まあ、そんなことで、なんか、まあ、つどつど、なんだろう、イベント化して盛り上がるのが好きなのかもしれませんね。あ、じゃんけんはイベントなのかかな、なんか多分あの他一般の方からすると、うんうん、そんなに頻繁に、あ、そうかな、どうなんでしょうね、うん、たまにあみだくじしようって、ね、すこちゃんが言ってあみだくじになる時もあるけれども、確かに、うんうん、しかも真剣ですからね、じゃんけんね、あ、でも大体負けじゃんけんもどうかってすごい思うんですけど、うん、なんかそれ以外、まあまあ、あみだくじも結局負けるから何やっても負け、仕方ない、うん、いちいち盛り上がってますよね、うん、でもじゃんけんね、うんうん、そこがまあ多分ここが変だよに当たるんじゃないかなみたいに思いました。あ、そうか、ね、多分ね、自分ではね、うん、変なのか変じゃないのか、うんうん、確かに、うんうん、そしてここがすごいよ弁天屋、すごい、何でも美味しく食べる、
また食べ物の話ですけどもね、やっぱりなんかね、そういうお昼お弁当をご用意いただいたりとか、はい、お菓子ねいただいたりとかっていうことも結構あると思うんですけども、いちいち盛り上がる、そうですね、これもなかなかすごいことなんじゃないかなと思ってます。ありがたいですね、皆さんからの差し入れできています。そう、食べることは大事ですからね。そうそうね、まあ、弁当屋ね、みんな喜びますので、はい、どうですかこのお正月、まあ、そのいただいたもの以外とかでも、はい、まあ、ご自身でなんか美味しかったものとかこれ食べたよとか何かありますか？私もお餅も食べてないし、あ、でも1日ね、あの、実家に、2日の日が朝遅かった、珍しくね朝遅かったんで、ね、ゆっくりでした、ゆっくりできたので、でもなんかなんだろう、ジャルのおせちだったらしいよ、うちのおせちは。ジャルだからなんか人参でちっちゃい飛行機が来たって、可愛かったけど。そんなのがあるんですか、すごい、まあ、きっと高いんでしょうね。自分じゃ買わないけどもそうそう、ちょっとご商売に預かって、ジャルのおせちで、すき焼き、すき焼きですね。あ、本当はあの我が家大晦日にすき焼きなんですけど、なんか、あれなんだろう、この地方だけみたいですね、大晦日にすき焼き食べるのって。そうなんですか、なんかあんまりなんか知らないですけど、すき焼き、まあ、牛だけかなと思ったけど、なんかこの辺は多いらしい、なんか、なんかの店やってた。なんででしょうね、なんだろう、味噌味とかじゃないし、ね、あ、愛知岐阜は多い、愛知岐阜すごい詳しいスタッフさん、へー、そう、愛知岐阜はおみそかにすき焼きが多いらしい、ね、そうそうそう、すごい初めて知りました。でも31日帰れなかったんで、なんか代わりになんか1日の夜に、久しぶりに、ね、お正月に実家に帰りましたね。そこからはもう帰ってませんけど、お正月、そうですね、私も結構ずっと、まあ、年末からというか12月、ガイズチンドンフェスティバル以降、ずっとなんかずっと食べ続けてる感じで、なんかどんどんいろんなものができてて若いですね。できてますね。若いんでしょうか、食べ過ぎ、分からないけど、分からないけど、なんか、そう、でも、とりあえず食べて、なんかできないな、そう言われてみると。なんでできないんだろう。多分コマちゃん以上に甘いも食べてると思うんだけど、ね、チョコレートもいっぱい、いただいたりとかしてね、そう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 、美味しいね、そうそう、のチョコレートもいろいろいただきました、もう何もないですよ。あんなにリンツいっぱいだったのに、リンツも一個も残ってさすがですね、お芋も干し芋とかも食べたし、あ、ね、お誕生日だったからね、コマさんは12月ね、そう、お芋のお菓子いっぱいいただいて、はい、もうコマ子といえばお芋ですので。ありがとうございます。12月10日、まあ長いね、あと1年あるね。まあ別にお誕生日以外じゃなくてね、以外でも全然ね、受け取り可能で、1年間お誕生日だと思って、よろしくお願いします。ね、はい、もう本当に、でもこうやってね、なんかとりあえず冬をなんとか越したいなと思ってますね。まだちょっと寒い日がいそうなので。でもね、今年言うほど寒くない気がする、すごく。確かに、ね、なんか3度とかにもなんないし、お部屋の方が寒くない。そうそうそう、でね、こう冷蔵庫開けると暖かい空気が出てくるみたいなこともあんまりないし。あ、でもおみかんいっぱいいただきますね。あ、いいの、みかんね。ガイズ振動の時もね、差し入れでいただいたりとかも、しましたけど、正月も結構食べてましたね、そういえば。私食べ過ぎて、やっぱり食べ過ぎると本当に手黄色くなりますよ。あらま。私中学校3年生の時に手巻き切れちゃって、みかん食べ過ぎて。本当なんですね。そう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 、黄色くなりますので、皆さんお気をつけください。さあ、ではでは続いてのコーナーに移りたいと思います、はい、続いては、まあ、弁天屋のオリジナルソングの、一曲を聴いていただきたいなと思うんですけれども、前回もねこんなの流しましたけれども、もう一回改めて、あ、前々回かなにのご覧いただいた恋のつるまやせのショートバージョン、ショートバージョン、はい、お聴きください、どうぞ。1年生、眠気まなこで乗り込んだ夢
続くの大衆観音駅は鶴舞線ですしね、はい、まだまだこの曲今年もガンガンいろんなところで流していただいたりとか、ね、演奏したりとかしたいですね。地下鉄もね、なんかあの新しい駅が4つ名前が変わったりとかして、ね、なんか名古屋市営地下鉄も話題になっているので、ねね、そこに便乗してなんか弁天屋の曲も取り上げていただいたりとか、地下鉄ね、そうですね、いいなーなんていう風に、終わりアズリエフィムさんのサブテーマソングにしていただいて、はい、本当ですね、ましてさあそれでは、はい、リクエスト生演奏コーナーに移りたいと思います。じゃあ今回もリクエストはなく、はい、いいですよその方が、うん、意味がないな、意味がないですけどもはい、じゃあせっかくお正月1月なのでね、はい、それっぽい曲をそれっぽい曲お送りしたいと思いますが、す、ね、まずははい、はい、じゃあまあお正月もう今日が吹き納め、あそうでもないか、うん、まあ、1月中は割とずっと吹いてますね。1月、はい、1日ではないけど1月1日よね、うん、はい、みんな知ってましたこれ1月1日ってタイトルってことを。あんまり私、ね、自分たちのやるまで知らなかったよね。お正月とか勝手に思ってます、うん、お正月、ね、そうですね、そう、でもあのお正月もういくつ寝るとは年末にしかやれないから、うん、あんまり演奏する機会というか、確かにまあない曲で ね、 ね、うんうん、なんですよね。もったいないそれでは参りましょう、はい、1月1日曲です。男はつらいよ、はい、できました、ね、なんか今こうタコが上がってるところを皆さん想像しませんでした、うん、どうですか映画飲みすぎ大体こうタコが上がってるところで終わるんですよトラさん映画ね、そ
もう多分私前作見てる、うん、さすが素晴らしい、はいはい、そうなんです、うん、そういえばね、トラさんといえば、はい、あの2人で対策って行きましたよね。そうそうそう、確かにコマちゃん、なんか私が行きたかっただけなんですけど、コマ、うん、ちゃんと東京なんだったっけ、そうそう、あれなんで東京に行ったんかな、多分あのジャパンエキスポのパーティーかなんか、ジャパンエキスポ、そうそう、フランスのね、ジャパンエキスポの、うん、あのあと事後パーティーみたいなやつね、あ、うん、行って、ありがとうございます、またまたコメントいただきました、はい、ありがとうございます、あ、はい、はい、神さん、確かに子供時代は年末年始にすき焼きでしたね、はい、あ、やっぱり神さん、おお、やっぱ愛知岐阜県民ですね、うん、そして1月1日にも盛り上がっていただいております、神さん、そして神さん、こいつるぜひともセーラー服姿で、私はやりませんよ、でもでも神さん、神さん、セーラー服姿での後にわらわらわら誰かやるかもしれないですが、うん、私はやりません、まあね、やっぱ青春の歌なので ね、やっぱセーラー服とか制服とかを連想される方も多いんじゃないでしょうかね、この曲、うん、で歌詞にセーラー服って出てくるの、セーラー服は出てこない、出てこないよね、ローファーは出てくるけど、ローファーは出てきます、うんうんうん、ブレザーかもしれませんね今時ね、ね、でもこうやっていろいろとなんか想像していただいたりするのも本当嬉しいですよね、うんうん、そうですね、そうそう、なんかね、鶴舞線に乗るといつもなんかあちゃっちゃららっちゃ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 ってなんか頭の中流れてくるんでね、あれなんかイントロ使ってほしいよね、どっかの駅で ね、駅のね、ジングルでね、ジングル、あれジングルっていうのかな、ジングルなんでしょうね、わかんないけど、どっかの駅でね、ね、ちゃ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 みたいな、まもなく電車がみたいな、合うと思うんですよね、合うよね、合うよね、もっとメジャーにならないと私たち、あ、そしてそしてまたまた神さん、はい、ありがとうございます、はい、男はつらいよ、昭和の正月映画でした、ね、やっぱ定番ですよね、そして旅に出るっていうね、旅に出てこう正月の縁日でこうね、露天商やってるみたいな、なんか前にテレビで聞いたんですけど、黒柳徹子さんと、あの渥美清さんが仲良しで、いつも2人で毎年お正月に寅さんの映画を見に行ってたんですって、自分で映画館に見に行ってたの、そうで、お客さんたちももう知ってるから、お二人がいると、あーみたいな、なんかもう普通の景色みたいなことだったらしくて、それも込みでお正月みたいな、すごいですよね、うん、あ、でも自分が出てる映画見たことありますよね、 ありますね映画女優です、あれ去年一昨年あのビレバンの映画そうですね、ビレッジヴァンガードさんのね、ビレッジヴァンガードの逆襲という、まあでもこの姿じゃないんでね、わかんないですけど、まあでも思ったより長いこと出てる、ね、面白かったです、親方と、スズコちゃんとウッシーが、はい、まあいつもとは違う感じででもちんどん屋として、とあるすごい重要なシーンに、そうそう、とあるすごい重要なシーンに、で、で、ね、一緒に見に行ったんですけどね、なんかもう一人お客さん、お兄さんが見てらして、まあ昼間だったんでちょっと空いてて、なんかね、すごいどう思って見てるのかなってすごい気になりながら二人で爆笑して全然爆笑するシーンじゃないんですよ、本当にこうなんかファンタジーな感じなんですけど、突然出てくるファンタジーなシーンなんで、多分すごい印象には残るんじゃないかなって、撮影大変だまた深夜2時とかでもう、ね、もう映画の人たちすごいなと思っちゃった、本当に私たち朝が早いことが多いけど、確かに深夜の2時に撮影始まるってみたいな、珍しいですよね、もうどうですか、また映画も ね何か出たりとかできたら、ね、なかなかこの格好だとね映画に出るチャンスも難しいですけど、ね、時代もなんか、ね、時代ものは難しいし、ね、現代ものもなんかある意味難しいしでも時代物でこれで出たこともね、ああそれは映画じゃないですけど、味噌の座さんとかね、すごいぶっ飛んだ設定ですけどね、なんかそういうなんか弁天や基準のこう設定をしていただければね、出れるかもしれないで、ぜひ、あの何でもやりますので何でもやります、はい、今年も何役もやりますから、確かに中日劇場4役ぐらいやる、ね、もう着替えてば出てとかね、一人で早着てすごかった、いろんなことやってきました ね、 今年もなんかそういうなんだろう、自分たちでもびっくりするようなことがあるといいですね、いいですね、
まあ、全然大体なんだろう、正月の頃は今年がどんな年になるとか全然何にも分かんないのに、終わってみればすごい年だったみたいなね、ことがばっかりなんで、こう、ね、本当は、ね、年始にこうね、計画とか目標とか、ね、立てるのが普通だと思うんですけど、そんなことをしないままに1年が終わるとりあえず目の前のことをやっつけていくみたいな、ね、ことになってますけど、そう、でも今年もね、もうすでにいろいろとこのお正月以降も決まってまして、じゃあちょっとねそんな告知を、はい、したいと思いますが、じゃあその前にコメント紹介しましょうか。ありがとうございます。あ、お、今日はもう神サンデーですよ。厚見清さん、高倉健さんは自分の主演映画を映画館で見て観客の反応を体感したそうです。なるほどね。確かに気になりますよね、反応。そういうのも見て、なんか反応を見ながら次回になんか役立てたりとかしてたんですか ね。いい時に来たよね。ねえ、本当ですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、では、はい、近々の弁天やスケジュールを、はい、ご案内。これがスートビでございます、ね。はい。はい。では、まずですね、はい、2月2日の木曜日、はい、はい、先ほどね、よっちゃんからご連絡いただきました通り、うん、神宮神社の、はい、2月3日が裸祭りなんですけれども、ね、裸が復活するそうで、はい、でその前の日に、はい、大鏡餅奉納というのがございまして、はい、で、まあ、大鏡奉餅はまあ午後からだと思うんですけども、うん、鏡餅をですね、いろんな奉賛会っていって、いろんな地域の奉賛会の皆様がお餅を納めるんですよね、うん、で私たちは森山奉賛会の皆様ともうここ3年ぐらい一緒に、お餅を奉納するののお手伝いをしてまして、ずっと鳥居のところをパレードをしていくんですけれども、お餅をこうトラックに積んで、そのパレードの先導をさせていただきます。はい、はい、それが2月2日ですね。時間はちょっと分かりません。はい、またぜひチェックしてください。そうですね、当日にならないと分かんないかな、うん、はい、ではではトトンといきます。はい、そして2月21日ですね、はい、はい、こちら今池の徳蔵さんまた私たちライブさせていただきます。はい、今回は2人で出演です、はい、2人でぜひ応援しに来てください、お願いします。今池ロン天国スペシャルという、はい、はい、さあ、そして2月13日ですね、はい、はい、こちら、来月のそれそれマンデーの日になります。バレンタインイブ、はい、あ、バレンタインイブ、あら、偉い時ですね。私たちチョコレート大好きです。はい、そして、はい、そして、4月ですね、七川の移動ですね、うん、8、9の土日と富山のチンドンコンクールに、はい、コマッコ、ウッシー、スージーでエントリーしておりますので、はい、あ、まだエントリー出してないですけどエントリーしますので、お願いします。さあ、そして、はい、そして冒頭にもお伝えしました通り、はい、6月17日は温泉芸場で弁天屋の単独公演でございます。はい、もうね、またさらに追加とかもいろいろあると思うので、ぜひ弁天屋の SNS などご覧いただいて、はい、ぜひチェックしていただいて、はい、応援しに来ていただけたらと思います。はい、さあ、もうね、まもなく時間がやってきそうな気配ですけれども、はい、どうですか、はい、今回もね、まあ、あっという間ですね、まあ、喋り出したら、ね、勢いつけばあっという間、そうそうそう、ね、またこんな感じで来月もお届けしたいと思っていますので、はい、どうぞ皆様よろしくお願いします、ね、いろんなコーナー楽しみですね、私も毎回楽しみにしております、ねね、はい、またぜひ来月の、はい、2月13日、13日、はい、皆様にこのオアリアズリーフェムでお会いできることを楽しみにしております。はい、名古屋のチンドン弁天屋のスージーとコマコでした。どうもありがとうございました。それそれマンデー楽しんでいただけましたでしょうか、はい、またね、それそれマンデー、なんだそれ、さっきなんとなく決まった。